チェック。今日は2023年3月8日水曜日2時31分 2023 March 8 2 o'clock 32 minutes。 このセットは安いんだけど弱点は音がちっちゃいんだよね。 This karaoke set is good, but weak point is sound is not big. これで今目いっぱいでっかくしてカメラとスピーカーの距離を50センチぐらいにしてるんだけど、これでやっとだもんね。だから街頭演説には使えないよね。Now I close to the speaker and the camera about 50 centimeters. And it, now it's possible, but it's not good for the outside political speech. そういうことだけどね。でもまあ、これからはでっかい音で世の中に呼びかけるってことはしなくて、インターネットを使いますから、これで軽いしね。安い。でいいと思いますね。 From now I don't need to the very loud use a very loud voice for the speech in the outside because I use the internet, so this is good enough。 今日の朝日新聞はこの間問題になっている放送法の文章ですね。総務省が作りました。Today's article is a document about the broadcast law. It's made by the Ministry of the Internal Affairs and Communication. Somusho da ne. De.総務省に対して、補佐官が総理大臣補佐官が圧力をかけました。 Against the ministry, the secretary of the prime minister push.覚えてるけど、なんか学校変わったのか、ずっと見なかったな。そこいるんで、ここあんまり飛んない。向こうまっすぐ帰るからか。おお、元気か。何年生だ今。あ、そうか。そうか、もうそんなになったのか。少しは大人になったか。もうどういうことで大人になった。世の中が見えるか。お前マスクしてねえな。えらい。おー、珍しいじゃないか。お前いつかこの マスクしないでって書いた看板にケチつけてたの覚えてねえか。覚えてるか。おー、覚えてるな。おー、まだな。おい、マスクなんかクソくらいと言ってますけどね。昔私がマスクしなくていいという看板にケチつけてましたけどね。もうこれ1年だったのか、もう4年になったんですけどね。なんだ、
磯崎という補佐官がメインになって圧力をかけたんですけどね。で、セキュリティ、ネームで磯崎プッシュで、他の秘書官というので批判してる人もいるね。あなたセキュリティ山田さんクリティサイズだったビヘビアで、この秘書官というのは5人から8人ぐらいいるんだね。The Prime Minister can have a secretary, such a secretary from 5 to 8. だから1人じゃないんだね。で、この磯崎氏の一番偉いんだかなんだか分かんないけど、偉そうに、総務省の局長に、てめえごときがごたごた言うんじゃねえって圧力かけてるんだね、この新聞見るとですよ。And this Secretary Isozaki is very bossed. He threatened the officer of the Minister, Internal Affairs and Communication Minister.だから相当権力があると思ってるんだね。お、そんな難しいの読めるか。おい、読める？意味わかる？わかるはわかるけど、ちょっと見てみて。難しい？うん。頑張って大人になってちょうだい。でね、この問題になった文書っていうのを今。質問があれば答えます。If you have a question, I will answer. ん？どういうこと？こういう勝手に警察が知りたがらない私の動機、うん、中学時代の突っ張りってわかる？ん？わからない。不良、不良、今突っ張りってあんまり言わないけど不良がいたんだよな、それが中学で暴れてた。でその時おじさんが面倒を見たら、これが大人になって山口組っていうのは暴力団な、暴力団だったの、暴力団に入って悪いことやったの、恐喝やったの、恐喝って脅かした人から連れてるのね。で裁判になった時におじさんが、この子は親も面倒見てないかわいそうな子だから自分が妹を引き受けるとか自分の妹を関わしてるから厳しい罰にしないでくださいって言ってさ、刑務所に入れられてください。結局刑務所入ってくるね。で守りましたという話ということです。ということですけどね、まあなんだかわからんね。そのお役所と政治家と権力争い。I don't know. A fight between the officers and the politicians. どっちもどっちの気がするけどね。で、この問題の文章っていうのを今インターネットで見れますけどね。この国会答弁の中でも言ったけども、誰が作ったかわからないって言ってんだよな。You can see this document in internet.And the ministry's person said they don't know who made this document. 誰が重要な書類を作った人間が誰かわからないで済むんですかって話ですよね。 It's acceptable. The very important document. They don't know who made this. でこれ見てもね、作った人の名前が書いてない。 There's a no name.Who made this document? 取り扱い厳重注意とか書いてあって、それにはもう何にも書いてないんだよね。で総務課かどっかの部署からどっかにみんなに見てほしいんですよという矢印書いたものはあるんだけども、部署は書いてあるのもある。 There's a no name but section the name department name is written.だね、こういうのはね、本来私はきちんと
何月何日に誰々がこの書類を作りましたっていうのはね、記録残さなきゃいけないよ。They have to, they should remain the name of the person's name who made the document. でないとこんな風になって、後から確かめられない。So later they can't confirm. なぜか、なぜこんな風に名前残さないか、責任取りたくないからですよ。Why? They don't remain the name of the person who made the document. They don't not want to take the responsibility.だからお役人が国民に対して自分のやってる業務に対して責任を取ろうとしない。The officers don't take the responsibility for the people. 政治家しかりですけどね、嘘はつきっぱなし。バレない嘘はいくらでもつく。Politicians also. They tell a lie. All lie.Including the, it's disappear. バレる嘘も混ぜてついちゃうよね。まあ困ったもんです。I'm sorry. Thank you.
ということです。